やったー、ゲゲです。今回はですね、ロイヤル大会はこれを使え、ケゲのロイヤル大会おすすめデッキ5選紹介していこうと思います。でね、16時間29分後、まあ夜の6時とか5時あたりかなにね、ロイヤル大会始まると思うんですけどね、今回のおすすめデッキ紹介していこうと思います。まず一つ目はこちらのゴルナイスキャラデッキね。で、アウトローと吹き矢が強くなったことによって、まあ、ゴルナイがね、まあ、さらに環境にも強くなったと。でね、それプラスマズネクが弱くなって、まあ、スキャラが強いということでね、まあ、その2つを兼ね合わせたね、ゴルナイスキャラとなっております。これはまあ強いと思いますね。続いてはこちらエレジャイデッキ。まあこれね、空にも強いんですよ。3枚あってね。はい、エレジャイデッキですね。で、アチャクイがね、ノータッチなんですよ。なんでシンプルにアチャクイは入ってるデッキはまだ強いです。なんでエレジャイアチャクイのマズネクが弱くなったんでね、そこをボンバーに変えたデッキもあったんで、まあアチャクイエレジャイのボンバー型と。ゴブゴヤは俺言うて全然使えるかなと思っています。さあ、でエレジャイなんですけど、もう一つ型があって、こちらね、支援エレジャイ、もう全くさっきとは違う型になるんですけど、ゴボウリがね弱えって思う方はね、こちらの墓石型の支援エレジャイ使ってみたらね、まあ今風で、まあ、ワンチャン強いんじゃないかなと。これはね、そんなね数試してないんでね、そこまで強いかは分かんないんですけど、まあこっちの方がとりあえず安定できると思うんでね、まあこっちをおすすめして、まあこっち嫌だなって方はね、あっちのエレジャイ使ってみてください。3つ目はこちらの迫撃デッキですね。これ強いです。このアウトローと吹き矢が情報修正されたことによってね、まあマズネクも弱体化されたし、普通に小物系のね、こんな感じのデッキはやっぱ強いですね。でね、ウッド型、このタルババの赤がウッドでめちゃくちゃ流行ってんだけど、俺ね、このデッキ、陸受けちょっと少ないじゃないですか。例えばゴーストとかにディガーとアウトロー以外、まあそうでもね、メガナイトとかに対して、ああ、そうでもねえな。いや、陸受けがちょっと薄いかなと思ったんですよ。吹き矢とコウモリとか入ってるんで。なんでタルババいいかなって思ってるんですけど、ウッドの方が環境的には多いです。流行ってるのはウッドです。ただ、俺はタルババをおすすめします。4つ目はこちらのスキャラ。支援スキャラですね。支援スキャラね、強かった。てか、アイウィズが普通に強い。この能力追加されたことによって。なんでね、まあ、支援スキャラ復活の T ということでね、支援 S か。いや、まあ、いいか、T で。復活の T ということでね、4つ目のデッキ紹介させていただきました。さあ、最後5つ目はこちら。もう、アチャクイロヨグですね。もう、おなじみ。見たことある方ばっかだと思うんですけど、アチャクイがね、加工されてないんでね、まあ、アチャクイが入ってたデッキ。でね、ロイホグも加工されてないんですよ。ロイホグね、結構ぶっ壊れだと俺思ってるんですけど、そのね、アチャクイとロイホグが2枚ね、加工されてないんで、これは強いぞと。まあ、ファイスピとね、ゴーボーリが加工されたっていう事実はあるんですが、それでもね、まだデッキパーとしては強いと思うんでね、ぜひ使ってみてください。ということで、今回はね、この5つのデッキ使ってね、マルチやっていこうと思います。それでは、まずゴールナイスキャラからやっていきます。それでは、いきます。おいしょ。さて、来ました。よろしくということでやっていくんですけどもね、このゴルナイがね、やっぱね、スキルを使うとワンチャン相手にキング起動されてしまうんでね、ゴルナイってね、やっぱあれです、基本的に後出しが強いです、スキルは。だから相手のカードを見て、さすがにもうキング起動されないだろうなっていうタイミングになったら、スキル使うのがいいと思いますね。だから、ゴルナイをキング起動しようとする人も、相手が上手かったら基本的に後出しで、やってくると思うんでね。これさ、一生止まんね、プリンスとか。2体がさ、結構な頻度で出てくるからさ。いや、墓石なんか強いらしいっすよ、皆さん。奥さん、墓石は強いらしいっすよ。うわ、墓石じゃねえ、立つねやべえな。さあ、相手枯渇よりの、枯渇には、さあ、ここ、とりあえず走らせておいて、まぁ、ちょっとね、まあ、プリンセスビビらせていって、オッケー、これ、タルババ転がしそうかな。で、メガゴン出しちゃって、宝石だな。2体出てくるんでね、まあいい感じに抑えていきます。まあまあまあ両サイド抑えていきました。これはまあ2倍タイム入ってから攻めるべきなんでね。アウプリ枯渇みたいな感じの枯渇ですね。てかマジでスケルトンめっちゃ多い。墓石強いな、普通に。小屋の中で。でもね、オーブンとかもね、相手にしてみたら分かるんだけど、結構強いのよ。だからね、ワンチャン小屋系も、まあその、ずっと小屋がさ、バニールみたいな、ストレスはなくなったんだけど、シンプルに小屋強い説はあるよね。あー、これやったか。やったな、これ。いや、ここは多分、
そう、吹き矢を受けてたらもう終わってたんで、まあいい許容でしょうと。オッケーオッケーオッケー。いや、これいけるぞ、カウンター。とりあえずスケラ打って、ちょっとポイズン構えます。さあ、ポイズン打っていく。まあまあまあ悪くないんじゃないですか。サイトは吹き矢も出せないんで、スケランダメージ結構入っていく。オッケーオッケーオッケー。さあ、一旦ここは墓石芋。芋墓石。で、タルババ、見る !GO! オッケー。ハンターハンター読んでてよかった。さあ、ここはゴールドナイト出していって、スケラに強いカードが2枚ありますね。盾の戦士と、吹き矢、ゴブリンということで、その2枚をうまくかわしながら、スケラを展開していきたいな。まあ、相性ちょっと悪めかなと思うんですがね。まあ、勝っていきたい。あー、それそれ、いや、ここいける。いや、ここ吹き矢切ったんでシンプルにいきます。で、ポイズンかけていって。いやー、よくねえか、このポイズン。ちょっと悩んじゃったな。結果、縦線に打ったポイズンになるんですけど。いや、悪くない。生きた。ちょっと待って。こんなズタボロな勝ち方でいいのか、俺。果たして。いいんです。さあ、こう、タルババでしっかり処理していって。いや、これは来た。たまんねえ。さあ、相手のロケット圏内でもないんで、あ、来た、ダッシュ。これが強い、これが、あーしゃーい、よいしょよいしょよいしょ。さあ、ここでスケルトンダッシュ繰り出していく。さあ、ポイズン、おお、ちょっとさっきからポイズンが不発すぎるわ。さあ、勝っていきました。うん、いいのかな。まあ、勝ったから OK か。ちょっとね、このデッキ俺も使い始めてね、歴が浅いんでね、あまりうまく紹介できなかったんですが、まあ、ゴルナイの使い方が大事かなと思います。まあ、でも基本的にこんな感じじゃなくて、墓石で受けから入って、カウンターでガンガンに攻めていくデッキですね。うん、ゴルナイのスキルの使い方がすごく大事になってくると思います。さあ、続きまして、こちら、エレジェですね。これさ、このデッキの使い方多分みんなわかると思うから、こっちにするか。こっちのデッキは割と、新しいデッキなんでね、やっていきますか、これで。いきます。はい、今ね、この遅延エルジャで使ったんですけどね、めちゃくちゃ弱かったんでね、このデッキはダメです。あんまね、人の言うこと聞かないようにしましょう。さあ、こちらのエルジャ直撃デッキ使ってやっていきます、やっぱ。いきます。さあ、来ました、よろしく。なあ、人の言うことあんま聞かないようにしましょうって、めちゃくちゃ嫌な大人だったの、俺。大人じゃねえか、まだ。さあ、とりあえずエルジャなんでね、まあ、序盤は耐えていきましょう。スケセパか。なんだろう。そういえばテスラ下方来ましたけど、なんか割とテスラ、なんかグロ1位とか今クロスだったりして、テスラどうなんだろうってか、おー、ほら、話をしたらもうテスラですよ。テレサ、あ、じゃあ、テスラどうなんすかね。うわ、やば。ここは五分盛りで、盛りっとしていきます。テスラアーチャクイか。珍しいな。まあクロスもあるか。クロステスラアーチャクイとかね。テスラクロスアチェクイとかね。テスラだかね。ここボンバーでキングギドラしていきます。さあさあさあ、マクロスなんでうかつに動けないな。動いちゃった。まあボンバーがいたんでね、今のは。まだクリ手札回すならここだなと思う。うわ、なんか、え、相手、あれ、8個ある手が。今やばかった。スケルトンがグニャーって出てきた。はいはいはい。いやー、消えんのかな、これ。スケルトン出して、消えないか、さすがに。ここは、ちょっと待てよ。一旦、はい、隠れていって、あー、いいタイミング。さあ、ここね、LJ 出していきます。LJ 出していって、多分逆サイクロス来るんですけど、来ない!マジか!来ないんだ!え?嘘!ガチか!あれ?なんだなんだなんだ、そういうこと。油断作戦通過できるな。油断作戦はさすがにやばい。さあ、ここは着衣出していって、ちょっと早めの黒かけようかな。そう、なぜならファイアーボールが来るからね。さあ、それによって刺さっていくダメージ、さあ900でかいね。やっぱ着衣強い、下方必要だよね。でも俺別で来ると思ってるんだけど、前も言ったんだけど、来なかったらごめん。でも別で来るんじゃないかなとは思ってます、マジで。
チャンピオンは調整は別枠なのかなとか思ってるんですけど、まあ人生そううまくいかないと。さあ相手なんかユニットが遅いな。なんだろう。いやでかい今の。あれちょっと待って、来たこれ。これしっかりクローク、クローク忘れっていうのが一番ダメですからね。さあエレジャイ追加していって、いやムチ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 。さあここで一応クロークも重ねていってね、左も射程圏内に入ってますよと言わんざるを得ない。ライトニング、さあクロスに勝っていく。これはでかいですね。まあでも相手のなんか回線っていうか回線が悪かったかな。エレジャイのビリビリだけに、はい、相手の回線が悪そうでしたねということでね、まあ基本的にクロスには勝てないんですけど、アチェクイがあることによってワンチャンあったりで、ね、ボンバーで起用して攻めたりだとかいろんなやり方があるんで試してみてくださいということで、3つ目のデッキはこちら、迫撃砲デッキやっていきます。今回タルバー型で使っていきます。いきます。来た来た来た、よろしくということで、さあしっかり落ち着いてやっていきましょう。とりあえずこの初手だったら、まあディガーもないんで、ディガーあったらコウモリとかセパでいいと思うんですけど、吹き矢から始めていいと思います。吹き矢初手に出して結構ね安牌だと思うんでね。いや吹き矢がね本当に強い。アウトローとかも強くなったんですけど、アウトローってなんか俺あんま分かんないんですよ変化。吹き矢ねマジでね全然違う、ガチで強いと思うんで。うーわオーブン弱いな。いや痛い痛い。ああさあここ一応タルババ転がしといて、まあまあまあって感じですか。ここはコウモリからの、まあ取れれなさそうなんでね、ディガーつなげていきましょう裏に。そうどう守ってくる。エレキここはファイアボール打ち込んでいって、まあまあまあって感じかな。まあ基本的に今エレキに5打ったんですけど、まあ悪くないか。あ一番いい達成だな。そのオーブンにね5を打ってあげるとね、ほぼほぼワンパンできるぐらいっていうね情報を得たんでね、なんかオーブンとか今あの小屋とかに対して今までユニットで対応してきたとかあると思うんですけど、割とこれからはねもう呪文で対応した方がいいっていう説があります。ディガーとかでマジでワンパンできるんじゃねえか、オーブン弱くなりすぎて一発で。さあここはタルババ使っていこうか。タルババの使いどころあんまなそうなんだね。相手珍しいですね。スケキン、スケキンロヨグか、珍しい。ここはまあディガーエレキがあるんだよな。ディガーまあエレキ来ると思うんですけども、一旦待ってから、はいはいはい。でさっきはここにロヨグつけてきた、今度はどうなるか。つけ、やば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 、迫撃出していって、とりあえずね。でなんだ、何が来る。今のところマジで何もないよな。あーなるほどね。でこれね5プラスタルボーでしっかり迫撃を通していきましょう。何これやば、すごいすごいすごい。さあこれ一旦タゲは取って、あーやばい。あーでもアウトローガールが優秀。さあ一旦こっちに迫撃置いていって左を忘らせ、やべえ滑舌終わってる今日。左を忘れさせてからディガーコウモリ。さあ森子で、ああこれねオーブン、オーブンにね迫撃のタゲがいってるんで、今は呪文打たなくていいかなという判断です。はいはいはい、ロイフグが怖いな。ワンチャンのペッカロイフグスケキンか、とんでもねえもん連れてきたな。ここはとりあえずディガーで削っていく。ディガー受けが少ないんでね、ディガー出していきましょう。たくさん、いやーこれはこうでしょう。からのコウモリで突破していって、エレキないからコウモリ刺さる。さあ5はね取っときたい。あ、これ逆サイドいいな。なるべく5を取っときたい。あ、ポイズンがやらしいわ。これタルババで処理して、オッケーオッケーオッケー、流れいい。
さあもう一回ディガーで削っていく。左もちょっと入った。この縦線の軸が1軸が1軸ぐらい痛い。さあさあさあ、ここはコウモリ出していって、ああ三重視すごいな、マジでとんでもねえデッキだな。さあここにファイブを使わせてロイフグっていうのが相手の狙いなんですけども、そこをしっかりと封じていくのが復活の K ということでね。さあさあしっかり守っていく。やばい、やばそう、やばい時こそ攻めディガー。さあウトロ出していって小物でねわちゃわちゃ守っていきます。ひー、いや怖え、ワンチャンワンチャン持ってかれそう。やべえ、なんちゃん持ってかれそう。さあただしっかりとね、さあタギを取って守っていってファイアボールでジジーということで、さあしっかり守っていきました。やっぱタルババがねコウモリとかとの相性がいいんですよ。タルババコウモリだとかね、例えばフキアのちょっと延命したかったりするときにタルババフキアとかしたりしてあげて、こういう小物系にねタルババってすごく相性がいいんでね、まあ、俺はタルババ型おすすめしますと。さあ4つ目こちら、遅延スキャラ使ってやっていきます。いきましょう。来た、お、この人知ってる、よろしくということでやっていくんですけど、まあ遅延スキャラはねもう言うことないでしょ。このやっぱアイウィズのさ、このこの小さい丸がね強いんですよ。さあ出していく。なんかねアイウィズを相手のユニットに、なんかゴースト遅くね、ゴースト遅っ、ゴースト遅っ、なんだこれ、またできちゃったか、変な出来物が。さあここは相手はペッカ工場ということで、すごく相性がいいですね。なんでこれはしっかりと勝っていきたい。とりあえずナイトにタギ行くぐらいに、あーこれはねもうねスケラ打っちゃっていいです。でスケラタゲのベビードラ刺しっていうのがね、ペッカ出てきたタイミングでにするべきことっていうのを学びました。で今見てください、これはベビドラタゲのスケラ最悪です。やべえマジか。でこのエレキ強だな、エレキ強して、でピッカもき、お墓石出していきます。うわ強っ、墓石強いいやわかんないけど、変化あんまわかんないけど、やっぱ最初に出てくる2体の力がもうこの直出しの時でも強いね。ここタルババでちょっと釣っていって、いやアイビズの遅延が心なしか、下方情報前より輝いて見えますね。いつもより遅延してるように見える。さあここベビドラ出していって、まあナイトで抑えてスキラー打ちたいね。相手のあのペッカ工場がガゴじゃなかったら結構スキラーって打ち得なんですよ。だからここ、こここそスキラタゲのベビドラでベビドラを刺していく。こうやってさスキラにさ、あのイメージとしてはペッカ出てくるじゃないですか。でペッカがスケルトンラッシュにタギを取るんで後ろに下がっていくんですよ。だからそこをベビドラで縛いていくっていうねのが理想なんですけど、今のはダメでしたね。これ無視です、フル無視で、フル無視スケラですね。相手これ相当無理してるんで、墓石にそのファイアボール打つじゃないですか。墓石は3コスなんで、その時点で1コス取れてて、その工場すら無視してあげると7アドというね大きな数字を稼ぐことができます。さあポイズン削りしていって、もう一発スケラっていいな。これ最後これスケラ打っちゃって、あとは時間稼ぎして終わりかなと思います。これワンチャン5来るな、この1回やばいやばい、ザップ来る、よいしょ、遅延ということでね、このアイウィズのさ、やっぱさ、意外とあるんだよ。アイウィズをこうやって出すときって。だから、それ、そういうときに本当に強いね。バレル受けとかにもなるし。俺、アイウィズのね、この変化ね、結構気に入ってるんですけど、皆さんどうすか？なんか、アイウィズになんか、少し一つプラスしたいなっていう感じの機能が追加されたなって思ってます。でも、これでエレキとさ、アイウィズがさ、この着地時ダメージが追加されたから、あとウィザードだけね、なんかはぐれ者みたいになってるんですけど、まあウィザードに追加するのは難しそうだなということで、さあラスト1戦クエイクロイフデッキ使ってやっていこうと思います。それではいきます。さて来ました最終戦、よろしくお願いします。ゴボリ弱くなったんらしいんだけど、俺あんま分かんないわ。ゴボリ全然強いと思います。中身がやっぱ強いからね、
その殻で勝負してねえからこいつ、中身で、男だからこいつって中身で勝負してるんですよ。だからちょっと殻見てみよう。おお、え、硬くない？全然全然硬いよね。強い、ごぼうりまだ強いです。なんでこの時まだまだ強いですね。ファイスピも別にあのジャンプ力低くなったから、まあそのタワーとかに入りにくくなったけど、何かを巻き込んで、そんとそんだけで、うん、特に影響ないかなって思ってますね。さあファイスピ出していって、ここはまあデリバリー後ろから出して、まあゴースト受けていこうかな。いやファイスピ全然強いよマジで、自信持っていいよ。これはごぼうりからの、うわすごいすごいすごい、一旦スケでこっちに寄せてごぼうりまで来てほしいんだよな。いやめっちゃいいスケ。さあしっかり落ち着いて処理できましたね。いや中身が強いんだよ、中身強いからね、マジでごぼうりはまあどれだけ檻がね脆くなろうと、檻がいる、そう檻がいなくても檻がいる、そう言ってるように聞こえてきます。さあここは黒く使っていって、おポンプ、え、さあタワーへし折っていく、これがアチャクイ能力の強さなのかと言わんざるを得ない、そんな攻めです。さあここはアチャクイがバニール状態なんでね、3枚でねなんとロイフが回ってきて、もうロイフが出せますという状況なんですけども、だから例えばこれ知ら、何回も結構言ってることなんですけどね、結構知ってたら強いことなんで言っとくんですけど、アチャクイを出すじゃないですか。このファイスピがアチャクイだとして、アチャクイを出した後にそのアチャクイが場にいる状況で手札をどんどん、例えばスケファイスピウッドとか回していくと、すぐね次のカードが回ってくる、お目当てのカードが回ってくるということで、分かりやすい、これちょっと、正直この試合余裕ある試合なんでやっていくんですけども、見ててくださいね。アチャクイ出すじゃないですか、アチャクイ出します。でこっからあの俺が出すカード数えててください。アチャクイが生きてる間に例えばゴボウリ出して、でウッド出して、もう1枚ファイスピ切ったらごぼうりが回ってくると。これってもうあのごぼうり出してから、ファイスピウッドごん、あれ、ああ分かんなくなっちゃった分かんなくなっちゃった、どうしようこれ、もう一回やりてえな、もう一回やろう。アチャクイ出します、見ててください、よく見ててください。スケルトン出します、ファイスピ出します、デリバリー出します、次にもスケルトンが回ってきます。これは今のはアチャクイ出してからスケルトン出しました、ファイスピウッド、ファイスピウッドごぼうりでスケルトンが回った。だから3枚で回るようになるんですよ。だからこれねクエク削りの時とか、アチャクイは回ってこないんだけど使用上、それ以外のクエク削りだとか、例えばロイフグ2周回したい時とか、こういうの使うと強いですよ、ということでね、まあロイヤル大会頑張っていきましょう。僕のね理想はね、この動画見てくれた人全員が世界一になれれば、タイでね世界一になれればいいなと思っています。ということで皆さん頑張りましょう。ロイヤル大会ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でバイバイ。